地裏でという歌。歌えなくてですね、本当に、ボッパクさん久しぶりに、来れて歌えて嬉しいです、有馬元井と言いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます、じゃあ喫茶ラポーという歌を。寂しがり屋が緩やかな統計と
コーヒーをすする。ため息をひとつ落とすたび、おしゃべりなウェイトレスが話しかけるよ。
トンクな靴音響かせて古臭い地区でも踊りましょう。小読みを歌うのはやめました。小読みを歌うのはだってここは小読みの眠る町、小読みの家だもの。だってここは小読みの眠る町、小読みの家だもの。僕はカメラを抱えながらシャツの奥の空を見てる。そしてあの雲が切れたらカメラの時間、時を切り取る僕はいつしかおとぎの園にいるんだ。おとぎの園の入り口のありかを、簡単なことだよ。カメラを覗きながら意味とか訳とか捨ててしまうだけさ。そしてあの雲が切れたらカメラの時間、時を切り取る僕はいつしかおとぎの園にいるんだ。ですけどギターを3本使いますので、
西三河フォークジャンボリーのポスターが貼ったりますけど、どなたか出たりするんですか？そういうわけじゃない。僕はこれちょっと面白そうだなと思って、音源を出してみたところ合格しなかったんですよ。厳しいですね。ちょっと路線が違ったみたいな。やっぱり最後にやっぱりこう素晴らしい愛をもう一度とか歌わないとダメみたいな、そういう感じだった、まあちょっとやっぱ違うのかな。ちょっと昔のフォークジャンボリーでそうじゃなかったのになっていうのはちょっと残念ですけどね。やっぱり知名度のあるフォークソングじゃダメみたいですね。いやちょっとまずいでしょ。なんかえらい細かく時間とかも決まってるみたいなんで。フォークジャンボリーってもともと売れてるフォークの人たちができたわけじゃないんですけどね。もっとマニアックなフォークやロックの人が出てたんですけどね。もともと中津川のフォークジャンボリーは、じゃあカバー曲をいきたいと思います。
さっきから弾いてこのギター、さっきのもそうですけど、金属製なんですね。非常に重たいギターなんですよ。重たいギターだから普通に抱えずにこう股に落としてるんですね。普通に抱えるとバランスが悪くなっちゃう。さんという方が作った塀の上でという曲をこのギターでやってみたいと思います。空はまだ群青色の空は朝、外はそぼブルーにびき色の雨、窓にこびりついた残り顔を流し、牛乳瓶に注ぎ込む、朝よ、惚れて早一年経って若さとバカさ空回りするさ、イルが7センチのブーツを履いて僕を踏み潰し、僕の嘆き
まあ最後の曲にしたいと思います。来週安城の、ギターショップメイヤさんの上にある、バナットさんというところでまた来週は歌ってますので、土曜日ですね、4月7日です。はい、また4月7日ですよね。そうですね、はい、歌ってますので、またよろしかったらお越しください。じゃあ最後に悲しいことがあったならという歌を歌って終わりにしたいと思います。
悲しいことは起こってしまうもんだから、だからいつも一緒にいるのさ。だからいつも一緒にいるのさ。